ヒューゴ・ホーゲルはドイツの画家であるザクセン・アンハルト州のマクデブルクで商人の息子に生まれた。実業学校を卒業した後、1874年から1880年までデュッセルドルフ美術アカデミーでビルヘルム・ゾーンやエドアルト・フォン・ゲープ・ハルトラに学んだ。1883年にプロイセンの美術アカデミーの展覧会に出展した。イタリアで修行した後、 1886年にベルリンに住むようになり、翌年、ベルリンの美術アカデミーの教授となり1892年まで教授職を続けた。1892年にエドバルド・ムンクの最初の展覧会がベルリンで開催されたが、新聞からの激しい批判に従う形で、ベルリン画家協会が予定を早めて7日間で展覧会を終了させたムンク事件が起こったとき、 アカデミーの保守的な会長、アントン・フォン・ベルナーラに抗議する形で教授を辞任した。ベルリン分離派の母体となった画家のグループ、11人協会のメンバーとして活動した。フォーゲルの教えた学生には、アウグスト・フォン・ブランディスやクララ・ジーベルトがいる。1893年には、パリを訪れ、ジュール・ジョゼフル・フェーブルに学び、スペイン、北、アフリカやオランダ、ベルギーなどを旅した。 1900年の大ベルリン美術展で金賞を受賞した。ベルリンやハンブルク、メルゼベルクなど、いくつかの街のタウンホールの壁画も描いた。第一次世界大戦中は、単年ンンベルクの戦いを勝利させた、軍司令官、パウル・フォン・ヒンデンブルクの公式肖像画家として、ヒンデンブルクに随行し、作品を描いた。ありがとうございます。